眼科専門医の平松です。今日はまぶたを温めるとなぜいいかについてお話しします。ホットアイというようにまぶたを温めて目の血流を良くするといくつかのいい点が出てきます。一つには能力、いわゆる能率が上がるということがあります。人間は目で物を見ていろんなものの処理をしています。例えば勉強であるとか仕事であるとか、そういう場合はこういう状況がどういう状況なのかを判断して、それで書いたりとか読んだりすることになります。その読む効率が上がれば最終的な効率も上がってくるので、能率が上がるというふうに言われているということがあります。役に立つ情報を配信していきたいので、こちらの登録ボタンを押していただければそれが見れるようになります。スマートフォンの方は下にある欄から登録をしていただければと思います。